バーの覚せい剤汚染を懸念する、プロユーチューバー覚せい剤汚染を懸念する、今塩原選手が、元選手が覚醒剤で逮捕されました。このことから今後 YouTuber の世界にも覚醒剤がはびこるのではないかと懸念しています。今後 YouTuber の世界にも覚醒剤がはびこるのではないかと懸念しています。もちろんその可能性は低いと思いますが、これまで覚醒剤が覚醒剤の事件がたびたび起こっている芸能界を例に考えてみると、特徴として大きなお金が動く、イベントなどが開催され、コンサートなどのイベントなどが開催される、人前に出る仕事であるなどということが考えられます。大きなお金が動く、コンサートなどのイベントなどが開催される、人前に出る仕事であるなどということが考えられます。この3点だけで考えると、YouTuber にも共通する部分があると思います。まず1点目、お金に関してですが、芸能界に限らず大きなお金が動くところに覚醒剤が近づいてきます。相撲、スポーツも、大きなお金が動く世界です。また、コンサートなどのイベントですが、あくまで噂、私がテレビなどで聞いた話ですが、イベント開催などの場所が絡む行事には、反社会的勢力の存在が関わっている場合、
あるという話もあります。YouTuber も最近は、イベントなどに参加したり主催する場合も増えていると思います。そして、芸能人と同じく YouTuber もパソコン越し、パソコン越しであったとしても、人前に出て、緊張する仕事です。動画からは感じられないプレッシャーや精神的不安という部分に覚醒剤は、忍び寄ってくるかも寄ってくるかも知れません。今後考えられてほしいと、現在 YouTuber 業界に覚醒剤はないと信じたいですが、今やほぼテレビと同等の影響力を持とうとしております。また、お金なども活発に動いている、業界だと思われます。お金のあるところに覚醒剤は近づいてきます。事務所に所属している YouTuber の方も多いですが、マネージメント業務の一環として精神的なケアや、また、薬物の危険性などに対する啓蒙もされて欲しいです。マネージャー業務の一環として、精神的なケアや、また薬物の危険性などに対する啓蒙もされてほしいです。もちろん、すでにされているかもしれません。今や、多くの子供が見ている時代です。YouTuber は子供に夢を与え続けてほしいと思います。今や多くの子供が見ている時代です。YouTuber は子供に夢を与え続けてほしいと思います。以上、中野実験室でした。